室津島とは、北海道奥尻郡奥尻町に属する奥尻島の南端、青苗岬の南約4キロメートルに浮かぶ無人の岩礁群である。森磯島、水上岩、無名島のほか、北東に位置する岩礁群、地の発碧や沖の発碧などにより構成される。水上岩には、大西吉健神を祭神とする室津島神社と室津島灯台がある。周辺海域は、 アワビやイカダラなどの漁場として知られる。毎年7月19日から20日に、奥尻島青苗漁港で行われる室津祭りの際、青苗の漁業者が漁船を連ねて渡党し、放漁と海上安全を祈願している。1920年代前半までは30頭ほどの都土の上陸が確認されていたが、その後は見られなくなっている。海上自衛隊の総海底室津の名称は、 この室津島に由来する。江戸地名会では、室津島について、奥尻島の青内先から一里手南の方にあり、周回は一里余りとしている。また、資料の節2月頃より4月頃まで、おつと生を取るとの記述も見える。文政9年頃の作と推定される、高橋影康の江戸図には、室寺として記載されている。天保4年に、 奥尻島を調査した今井十九郎による奥尻島測量製図では青内からボン一里半夜の距離に森江塩が記されている。高下三年の調査記録である松浦武四郎の著書最高江戸日誌ではも尻所島ついて奥尻島からボン一里も隔つと思わるとしており、また夫性奥ジュールよしとしている。安政五年頃の作と推定される。 やぶうちよと太郎著《江戸えぞぜ書集の地図では、地もろち島、めぐる二重町とあり大小二つの島を描いている。また、奥尻島の赤川及び青内岬から都会本一里であるとしている。安政六年には、米国商船スプリング号が座礁し、乗組員が上陸した記録が残る。1896年観光の檜山西区音おくし太ろせ棚軍役所館内の図。 では、室津島と森磯島の名称が見える。1898年観光の日本水路市には、室津の島として見え、黒岩の数多間より、整理そのうち、最高着物派高潮面上交差25フィートとある。1917年の測量図では、室津島の他沖の発尾の名称が記載されている。また、百二十八年観光の海図では、室津島、 森磯島、沖の発表の名称が記載されている。2004年9月の平成16年台風第18号では、高波によって神社が流出した。ありがとうございます。